ニュースをご覧の皆様、石川和夫でございます。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。イギリスのね、グラスゴーで、気候変動枠組み条約って、その国際的に CO2 を減らしていきましょうみたいな会議が毎年開かれます、コップ。これ今日ね、今回26回目でありまして、COP26 に日本から岸田総理が行って、そしてもう帰ってきました。もともとですね、岸田総理が行く予定ではなかったらしいんですが、総選挙で割と自民党がね、いい成績を収めて、与党の枠組みも、前回よりも議席は減らしたんだけれども、自民党単独で絶対安定多数取っちゃいましたからね。もう過半数はおろか、絶対安定多数まで取っちゃったということで、岸田政権がこれ国民から信任された。そういう、高揚した気分もあるし、あとはアメリカのバイデン大統領も来るし、イギリスのジョンソン首相も、来いやみたいなことで非常に強い引きがあったので、いろいろもろもろあって、外交的にもこれは総理が行ってもいいだろうという判断があったんでしょうね。岸田さんが行って、そしていろいろ日本のスタンスをこう述べてきたということなんですが、皆さん、COP26 の話はね、もういろんなメディア等々で報道されているので、ご覧になっている方いらっしゃると思いますけれども、下馬評というか、この COP26 の前はね、なんか岸田総理がどんなこと言うんだろうかと、なんかこう弱々しい外交でね、なんかアメリカとかヨーロッパとか中国とかそういったところにやられっぱなしで、なんかふにゃふにゃして、俗に言うその発信力があまりない日本というような、そんなようなことで恥をかいてくるんじゃないか、非常に心配だと、大丈夫か総理みたいな声があったんですけど、蓋を開けてみたら全く違ってて、いや、岸田総理非常に力強かったですね。特に日本が、これね、岸田さんが総選挙中にイギリスのジョンソン首相から電話があったそうなんですよね。で、ジョンソン首相何つったかっていうと、いや、その岸田さんと、日本はね、そのこの CO2 問題ちゃんとやってくれ、その一つのね、象徴的な話として、石炭、これを使うのもやめてくれと。日本は石炭火力の比率が高いんですよね。はい、石炭があって天然ガスがあって、今原子力は少しですけれども、あと水力があって太陽光を中心とした再生エネルギーを使っていると、こういう電源構成なんですけれども、どうも石炭というのは最近悪者扱いされてて、 CO2 がいっぱい出るんでやめろというようなことをジョンソン首相は、今回ね、グラスゴーコップなので主催国の総理ということで、より例年よりも強く言ってるんだと思うんですけれども、いずれにしても主催国、議長国からそういうふうに強く言われて、また岸田総理がひょっとすると日本は石炭やめますとかなんとかいうようなことを言っちまうんじゃねえかと、お大丈夫かみたいなことですんげえ心配してたんですけど、なんちゅうことはない。岸田総理が何とおっしゃったかというと、これはすでに報道で出てますけれども、日本は石炭火力については活用してきますと。アジアを中心にまだまだ石炭需要がたくさんあるので、日本はそういったところに、技術供与も含めてね、日本の高効率化技術をアジアに普及していくことによって、その CO2 の抑制に貢献していくんですと、エネルギーとそれから環境のバランスを取っていきますみたいな発言をして、これはね、私的にはまるでグーなんですよ。で、これおそらく日本の多くのエネルギー企業、これは石炭を使う電力会社や鉄鋼メーカーも含めて、もう皆さんですね、今回の岸田総理のこのコップの出席というのは大成功だったと思っていると思うんですね。ただ一方で、案の定日本のマスコミというのはですね、悪口言うのが大好きで、案の定その日本のその総理がそういうふうに言ったと。日本ってね、経済大国なんで結構ね、そういう意味では意外と注目されてるんですよね。で、その日本の石炭をいっぱい使ってる日本の総理が石炭をやめるって言ったら、それは環境 NGO とかいう、なんかいろんな子いるわけですよ、そのコップの周りにね。そういう人たちには非常に朗報だったはずなんだけども、岸田総理は見事にそれを裏切ってくれましてですね、いやそんな石炭をやめるなんてこんなバカなことは言いませんよと、我々はそれを高効率利用でもって、むしろそれで国際貢献していくんですってきっぱり言いましたんで、早速環境 NGO をはじめとした多くの人たちからいろいろピーチクパーチク文句を言われてるみたいな報道がね。日本はね、実はね、これ毎年そうなんだけど、化石賞って言って、COP のね、会場の周りに環境 NGO もいっぱいいるわけですよ。そこでいろんな人が勝手なこと言うわけですよ。で、今年はね、日本はね、今年はっていうか今年もなんだけど、化石賞といって、日本はもう石炭とかね、化石燃料ばっかり使ってるもんだから、お前はもう、ダメだみたいなことで、化石賞というのを、不名誉なものなんですけれども、必ずそういうレッテルを貼るんですよね。で、それがまたね、大したことないわけですよ、こんなもの。だって中国とかロシアについては出してないわけだから。あれ中国ロシアの手先かもしれませんけれども、そういうものをまた日本の新聞が大々的に報道するんですよね。日本は化石賞でした、岸田総理は恥だとか言ってどっかの毎日新聞とか言うわけよ。これが
バカみたいですよね。だけどこれについては皆さん全く気にすることありません。日本の化石燃料技術は石炭も天然ガスも世界ナンバーワンですから、省エネ技術も世界ナンバーワンですから、はい、で省エネはまあイギリスとに次いでまあ第2位なんだけど、技術そのものはそれ日本はもうあれですよ、世界で最高レベルですから。ということで日本は実は成績はいいんです。メディアはそこはちゃんと勉強しなきゃいけません。しかしまあそんな悪口なんてのはこの際気にすることないと。やっぱりああいう世界というのは、まあああいう世界というかああいうCOPとかね、いろんなその国際会議っていうのははっきり言って国益を主張する場なんです。もうねエゴのぶつかり合いですから外交なんてね。でアメリカのバイデン大統領は石炭をねどん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 フェードアウトしていくとか言ってるんですよ。で言ってて、それで脱化石燃料ね、化石燃料ってのは石炭、石油、天然ガスなんだけど、そういったものを徐々に減らしていくことでカーボンニュートラルに行こうとか、なんとかバイデン大統領は偉そうなこと言っているそばで、これも報道に出てるんですけど、中国の大手企業とアメリカの企業が天然ガスの契約をして、中国が側がね、中国企業がアメリカから天然ガスを20年間にわたって大量に輸入するっていう契約を結びましたとか、なんか皆さん矛盾してません？二枚舌でしょ？バイデン大統領も。そうなんですよ。あのね、外国は二枚舌が多いんですよ。でも日本ってね、真面目なので、こう、なんていうか、こうなっちゃうでしょ。で、石炭やめますだとかね、化石燃料やめますとか言ったら、本気でなんかやめようとして、みんなでなんか一生懸命努力するわけですよ。省エネもそうなんですよね。日本で省エネしましょうとか言ったら、なんかこうぐーっとこうみんなでやっても、乾いたタオルが、を絞っても、一滴の水が出ないぐらいに省エネ頑張るんですけど、まあ、おかげで日本は世界1、2位の省エネ大国になったんですが、そういうようなことを、そういうなんていうかな、世界での日本の省エネだとか、そういう位置づけを全く無視してさらに石炭やめろとかなんとかっていうこういう勢力もまあ日本にも外国にもいるわけですよね。だけどそういうものに組みしなかったということで、私は最初の国際会議 COP っていうすごい、だってあれですよ、 COP ってね皆さんね、多分いわゆる国際会議で最も多くの国が集まる会議ですよ。国連の会議よりもいっぱい集まりますからね、 COP って。だからそういうことで言うと、そういう場で、まあ、選挙勝って国民の信任を得た総理が行って堂々と日本の国益を述べたというのは、私はこれはすごく評価していいと思いますよ。ただそれはね、あの化石燃料をずっとこのままダラ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 使うというようなことを言ってるわけじゃなくて、ちゃんと効率化して、日本は世界ですごい最高水準の高効率化技術を持ってますから、石炭火力もガス火力もそういったものを駆使しながら CO2 抑制にはもちろん貢献していくというようなことで、それもちゃんと言っているんですよね。だけどそっちはあまり報道されてないわけ、うん、だけどそういうようなスタンスを言って世界に対してアピールできたっていうのは、私はこれはまず岸田外交特典だと思います。ただしいいことばかりじゃない。じゃあね、岸田さん満点かって言われると、私ね9大点だけど満点だと思ってない。っていうのは、日本は実は2030年のエネルギー需給目標でちょうど選挙期間中ね、総選挙期間中10月の中旬ぐらいに2030年の電源目標として原子力発電を2割ぐらい使うっていうね、そういう目標を出したんですよ。原子力については20から22%、再生エネルギーについては36から38%の比率 にすると2030年、そういうのを言ってるんですね。で再生エネルギーについてはまあみんなでこう寄ってたかってやるやるって言ってるんで、まあそれはそれでいいんですが、原子力については実は日本は政府は決定してるんですよ。日本政府は2030年で2割持っていくと、それを言わなかったね。 COP26 というのは脱炭素、まあ、そういった流れの中での会議ですから、そこで日本がそういう原子力比率を実は電源構成で2割以上持っていくということを今回も言わなかったのはとても残念でしたね。でそれを言うマスコミがまたいないわけよ、再生エネルギーばっかりで。いや再生エネルギーは大事なんですよ。だけどもう一つゼロカーボンエネルギーで原子力の方が圧倒的にパワーがあるわけですよね。でそれについてまだ日本は堂々と発信していないというのは、これはちょっと残念ですね。という意味で100点満点ではありません。だけど、まあ、9大点というか合格点かなというふうに私は思います。だから今後だから僕は日本政府の課題というのは、この脱炭素政策ということで言うとね、あの再生エネルギーっていうのを今までたくさんやってきましたよ。今ね、再生エネルギーって皆さんね、2020年で、再生エネルギーの買い取るっていう法律あるでしょ？ FIT っていう再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度。あれで総額の買い取り額って4兆超えてますからね。4兆ですよ、皆さん。4兆って何かっていうと、消費税 1% 分が、まあ、2兆5000から2兆6000ぐらいだと言われてるんですよ。まあ、経済状況によってこう、多少ぶれますけども、それをはるかにもうぶっちぎって、1.5
だから 1.4% 5% ぐらいの消費税率換算で、それを再生エネルギーの買い取り財源にしてるわけですよ。だ、日本国民はそうやって再生エネルギーに投資して、今となっては太陽光はですね、世界で第3位、水力は第8位、まあこれはもともと第8位なんだけど、フィットに関係なく、だけど太陽光については皆さん世界でも第3位ですからね。あのドイツをもう抜いちゃってますからね。まあ風力はね、なかなか適地がないのでこれはちょっと難しいんですが、太陽光はすごいですよ。まあアジアでもぶっちぎりですからね、日本は。まあ中国の次なんだけど、ということで結構やっとるわけですよ。だから再生エネルギーはこれ以上やるのは実はしんどいんだけれども、それでもまあ2030年の36から 38% の電源構成に向けてこれからやっていく予定ではあるんだけれども、同じように CO2 を抑制するのは原子力なんです。でこれについてはやっぱり2011年の東日本大震災の福島第一原発の事故のトラウマっていうのがまだ日本の政治あるいはマスコミの中にあるというふうに言われてますけれども、本当のところどうなんでしょうね。仮に政府が今ちょうど天然ガスの価格や石炭の価格が上がってね、また電気料金上がりますよ。そういう中で原子力っていうのは実は安いんですね。これから作る原発は高いですよ。だけど今ある原発ってのはものすごく安いんですね。でこれを使っていくことによって電気料金を抑える。今から例えばね、今ね再稼働をやれっていうふうに政治が言ったら、いろんな準備をして早ければ2ヶ月ぐらいで再稼働はできるんですよ。そうするとそのあたりから安い電気が供給されて、電気料金の上昇については相当緩和できるんですね。まあ、実際ね、関西電力は原子力が動いて、それで一時期震災の後原子力が全部止まっちゃったんだけど、その後関西電力がバーッとこう再稼働して、九州もやってますけれども、関西はまあ量が多いから再稼働して、値段がね2割3割上がったのがもう上がったのがまた下がってるんですよね。はい、そういうふうに今日本でほとんど東日本、まあ、例えば東電、東京電力、中部電力、北陸電力、東北電力、北海道電力の原発動いてませんからね。強制的に止められちゃってるんで、これを政治主導でもって動かすということで電気料金をの上昇を抑制するあるいは下げるということが実際できるんですよね。じゃあ安全性はどうかというと、これはですね、実は震災の直後にみんな緊急点検してるんですよ。で安全は確認されてるので、実は震災直後動いてたんですよ、皆さん。全部の原発動いてたんですよ。それを無理やり定期点検でその年の夏とか秋に止めて、そっから動いてないんですよ。うん。まあ九州電力、四国電力、関西電力は徐々に再稼働始まったけども、それより東日本は全然ダメですからね。はい。だから今原発比率って1割をはるかに下回るぐらいですよ。まあ 5% とか 6% ぐらいじゃないですかね。これだと電気料金上がっちゃいますよ。うん。で安全性はっきり言って問題ありません。はい。あの津波が来ても全然問題ないです。そういうふうな対策はもう打ってます。ですから皆さん、ここはですね、暫定的にでもいいから原子力をきちんと動かすことをもって、電気料金を上げないようにするという政治的メッセージをこれからどんどん出していくべきなんだというふうに私は思いますね。安全性についてはもうすでに緊急点検で終わっております。震災の直後に終わっています。なのでそこは問題ありません。津波の対策、津波対策もちゃんとしています。ですからそういうふうなことを本当は言ってほしかったんだよ、COPでね。もう日本は大丈夫ですと、これをまだ言えないというのは、まだ政権はそこの部分は弱いですね。ただしかし化石燃料について、特に石炭を中心として日本の技術を国際貢献で使うということを宣言したのは、これはグーです。だからまあそういう点で言うと、化石燃料については岸田総理 OK、 次は原子力についてちゃんとしてくださいと。まあ再生エネルギーはね、誰が総理になったってみんなちゃんとやるんで、それはあんまり心配ないです。だけど原子力についてはきちんと考えて、日本のリスクというものを軽減するために政治的決断が欲しいなと、私はそんな風に総括して。それと外国の動きをちょっとここで紹介しましょう。ロシアのプーチン大統領来ませんでした。あのメッセージだけ起こしました。中国の習近平国家主席もメッセージだけ起こしました。それに対してアメリカのバイデン大統領は、お前らなんで来なかったんだみたいに批判的なこと言ってます。まあ言いたい気持ちは分からんではないですよね。俺が来たんだからお前も来いというのは分からないではないんですけれども、中国ロシアにしてみたら、多分コップなんてアホ臭くて付き合ってらんないんだと思いますよ彼ら。例えばガス価格が上がるだとか石炭価格が上がったってのは、それは中国やロシアの問題じゃないと、ヨーロッパ諸国の問題なんじゃないんですか。風力にすごく頼ってたんですよ、ヨーロッパ。ところが風力がまあ吹かなかったんですね、今年ね。それによって化石燃料、天然ガスに頼るようになって、そうすると天然ガスの価値上がるでしょ。だって風力の分天然ガスに移行するわけだから。ところがそんなないわけですよ。だから価格が上がる。それをなんかロシアが天然ガス供給国としていっぱい供給してるんですけど、ヨーロッパに。プーチン大統領のせいじゃねえかみたいに言われて、まあプーチンさんもちょっとそこはそら違うぞお前みたいなことで反論してましたけど、あれはロシアの言ってることの方が正しいと思いますよ。
ちょっとヨーロッパはエネルギー問題、環境問題で世界を引っかき回しすぎで、かつ日本はそれに引っかき回されすぎ、乗りすぎです。でもアメリカのバイデン大統領は自分ではコップの場でかっこいいこと言っときながら、さっき言ったようにアメリカの企業と中国の企業が LNG 供給契約を結ぶのをちゃんとまあ認めてるわけですからね。ということでずる賢いですよ。だからCOPの場で私は言いたいのは、日本は今回は石炭について岸田総理は非常にいいことを言ったけども、原子力については言及できなかったので、そういうところのまあ賢さというものをね、次の来年のCOPではちゃんと言ってほしいなと、まあそんな風に思いましたですね。はい、というわけで、まあ、日本の今回のCOPの出張については、私はこれはまあね、褒めると面白くないかもしれないけど大成功でしたよ。はい、私はそう思います。はい、そういうふうに総括したいです。